ハンス・ベートゲ・ハンス・ベートゲは、ドイツの詩人。詩人としてはあまり大きな功績を残さなかったが、アジア諸言語の詩の翻訳、特に漢詩を翻訳した、中国の笛によって記憶されている。ベートゲは、デッサウに生まれた。哲学、ドイツ文献学、ロマンス語学を晴れ、ジュネーブ、エアランゲン大学で学び、1899年に、博士の学位を得た。 スペインで教師を務めた後、1901年以降は、ベルリンで、フリーの作家として生活した。第二次世界大戦の爆撃や空襲を避けて1943年に、キルヒハイム・ウンターテックに逃れ、1946年に、月品源で病死した。老いのエーバーハルト・ギルバート・ベートゲによる伝記が、出版されている。1898年以来し、エッセイ、物語、 日記などを出版した。ベートゲの最も有名な翻訳作品は、監視のドイツ語訳である、中国の笛であり、7万8000部が売れ、18冊される、ヒット作品となった。ベートゲは中国語を知らなかったが、既存のヨーロッパ諸言語の翻訳をもとにしている。中国の笛をもとにしたクラシック音楽としては、グスタフ・マーラー、大地の歌が最もよく知られるが、他にも、 リハルト・シュトラウス、エルンスト・トッホ、アルノルト・シェーンベルク、アントン・ウェーベルンら多数の作曲家が曲をつけている。ベートゲの翻訳は原作からかなり自由であり、例えば、第一の歌第一楽章は、リハ白の、非化行に由来するが、有名な、性は暗く、死もまた暗いというリフレーンは対応する原始の文句が存在しない。ベートゲは、その後アラビア、ペルシャ、トルコ、 インド、アフガニスタン、ネパール、アルメニア、日本の文学の翻訳書11冊を出版しているが、ベートゲ自身は、どの言語も知らなかった。日本の春は、時代別に104種の和歌を集めている。元になったカール・フローレンツ、日本文学誌では、和歌とほぼ同じ音節数になるように翻訳されているが、ベートゲの翻訳は、元の和歌の形式を保っていない。日本の春は、 フェリックス・ワインガルトナー、ハンス・アイスラー、ゴットフリート・フォン・アイネムラ約20人以上によって曲が付けられている。同書は、エイブラントという人物によって1912年にロシア語に翻訳され、これをもとに、イーゴリスト・ラビンスキー、3つの日本の女上誌や、ドミートリー・ショスタコービチ、日本の詩人の詩による6つのロマンスが作曲された。ありがとうございます。